どうも、新宿カーボーイ金木です。伊沢です。新宿カーボーイの中年の主張でございます。はい、じゃあ、この間ね、はい、野球見に行ったんですよ。はい、もう8月もね、ちょっと巨人戦ドームに見に行って、うん、で、9月見に行ったんですけど、もう巨人本当調子良くて、もしかして優勝するかもしれないっていう感じだから、はい、ちょっと見とこうと思ってね、東京ドーム見に行ったんですよ。で、8月行った時は、隣が女性3人グループで、で、前におじさん5人ぐらいのグループがあって、うん、自撮りされて、すんごい避けて、うんうんうん、なかなか見れなかったっていうね、はい、これ話をしたと思うんですよ。うん、はい、で、今回も、そういう席だったらきついなと思って、うん、行くまでね、どんな席か分かんないですよ。番号は見えるけど、うん、どの列でどんな感じなのかっていうの分かんなくて、うん、行ったらね、本当にあの通路のすぐ上だから、もう移動が自由できる場所、うん、で、しかも端っこだったの、うん、あ、いいね、こりゃいい席だなと思ったの、うん、もう超当たり席だなと思って、うん、こう座ったのね、うん、そしたらもう隣にね、先客がいて、うん、こう男の人2人、はい、で、酒とか飲んで、行ったら柿の種みたいなの食ってんのね、うん、で、トイレ行って俺戻ってきたら、うん、俺の席の下にその柿ピヌカスがポロポロしてて、めちゃくちゃ最悪だな、最悪だね、めちゃくちゃ最悪だなと思って、それは最悪ですね。毎朝席座って、うん、でもカバンもそこに置いてたから、うん、野球見るふりして足で全部そいつの席の方に持ってって最悪だな、もうこんないい席なのに隣最悪だなみたいなね、うん、言ったら席ガチャもあるわけ、うん、嫌だなと思って見てたんだけどさ、でね、こう前通路だから、はい、本当もう足も伸ばし放題なんだけど、うん、なんかね、売り子さんがすごいと思う、ビャーって、うん、で、バーって通って、で、ピッチャー投げて打つ瞬間俺見たいんだけど、うん、その瞬間に売り子さんがパッ通るから全然見えなくてね、うん、と思ったら、うん、やっぱ通路だから、うん、普通にバンバン歩く人もいるし、そうか、うん、売り子さんもバンバン通るよ。で、ほんとこれきつかったのが、うん、あれね、時間なのか回が何回で終わりなのか分かんないけど、うん、販売終了する時間なんだよ、うん、その時間になったらもう売り子さんがもうバンバン通ってきて、ああ もう渋滞するぐらい通ってんだよ。だからさ、最後の方、うん、もうだから7回裏とか売り切ろうとして、ね、売り切ろうの最後のね、うん、ラストスパートの、うん、ほとんど見えなくて、売り子さんでなんだよこれと思って、席はいいんだけど通路が前だと、うん、そういうこともあんだ、人が通る、人が通りまくるのよ、うん、こういう席あんだと思ってさ、うん、で、やっぱりさ、俺お酒なんか飲まないからさ、うん、言ってもやっぱ呼び止めることほぼないんだよ、うん、そしたらさ、売り子さんにさ、ビールいかがですかって普通に声もかけないと思うわけよ、うんうん、で、ちょっといや、飲めないんで大丈夫ですなんてあったんだけどさ、いろんな席もある、いやあるんじゃん、うん、そのシーズンシートもあるし、うん、オーロラシートとかってさ、うん、で、今あそこね、もうほんとフィールドの中にある席もあるんだけどさ、うん、俺、後派シートっていうのを作ってほしいなと思って、後派？後派、野球だけを見に来た一人専用の後派シート、うん、だもう一切で、ね、なんつうの、もうね、壁かなんかある、壁とかじゃなくて、うん、もうそこはもう後派な人しか座れない。ああ、なるほど、ね、もうそれは別に前じゃなくていいから、全然一番後ろでもいいから、リアルの純粋に野球を、純粋野球だけだ、売り子さんも来ないし、うん、もう隣も本当に野球好きの一人用、うん、もう連れとかで来れない席、うんうんうん、そういう後派席、俺みたいな後派のやつってやっぱいるから、うん、だからもうそこの席はお酒もダメとか、ね、お酒もそう、うん、ダメだ、うん、電車でもあるじゃん、男性専、うん、女性専用シートとか、うん、そういうのも作ってほしいなと思った。そしたらもうリアルに周りがみんなこう野球をじっと見て、野球もじっと見て、うん、もうホームランと微動だにしないとかね、うん、球筋を見たいとか、あ、応援歌も歌わないとか、ね、うん、そういう席やっぱ作ってほしいなと思った。でもそれ意外とありかもね。だって嫌な人は嫌じゃん。そうなんか静かに見たいというか、そう、やっぱちゃんと見たいから野球を、うん、そうで、やっぱ売り子さん来るとさ、うん、もう俺がいないかのようにさ、売りたいから、うん、グイって来るじゃん、うんうん、一回ホースが俺に当たりそうだったから、うん、俺のせい、マジかよと思ったもん俺、うん、
で、ああいうのがあるとやっぱりちょっと集中して見れなくなるから、うん、やっぱどっかね、東京ドームでもいいですし、うん、まあ、神宮球場でもいいんですけど、好発進とね、うん、やっぱぜひともね、球団のちょっとね、人作ってほしいなと。これ意外とこれは意外と盲点でありですよ。いやこれさ、うん、いや他のそのアーティストのライブ行った時もそうなのよ、うん、連れて大体行くじゃない、やっぱお一人様っていうかさ、紅葉専用のシートやっぱ欲しいなと俺思っちゃう、ね、なんか周りがね、団体というか何人かで来てたらね、そこに囲まれちゃうとちょっとね。あと体型限定シートとか、体型、細い人とか、あ、背でかいとこで、そう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 、体重60キロ以下シートとか、作ってくれないと本当に集中してみたいからね。まあ確かにね。でそういうのがあると、うんうん、やっぱ球場行こうって思いたくなくなるから、うんうん、やっぱテレビでいいやって思っちゃうから、うんうん、やっぱなんとかね、こう球場行きたいって思う、ね、うん、もう硬派な人にもね。じゃあこの球場関係者の方ね、球場関係者の人、東京ドームの、ね、うん、関係者の方見てましたら硬派シートぜひね作っていただきたいと思います、いいんじゃないですか、はい、いや、いい案だと思いますよ、これは。硬派シートやっぱ欲しいよ、これ本当に、ね、やっぱ自撮りとかもあれきつかったから。ああ、そう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 。だからそういうのも一切しないな。純粋に野球だけを見るっていうね、うん、ビールタンクのホースがぶつかることもない、うん、そうそうそう、うん、そうそう、売り子さんも来ないよ、来ないところ、うん、静かに見たい、うん、行くなよ、うん、テレビで見とけって言われそうだね。球場まで行って球場のモニター見とけよ、そんなやつ。完成はダイレクト来るんだから。そうだね、はい、ありがとうございました。